笛吹市一宮町の火災現場です。積み上げられた資材から大量の煙と火の粉が上がっています。昨日午後8時ごろ、笛吹市一宮町の資材置き場で火事が起きていると目撃した近隣住民から通報がありました。警察と消防によりますと、資材置き場に積み上げられたエアコンや給湯器などの鉄くずから出火したとみられていて、出火から15時間以上が経った今もショベルカーを使って資材を移動させながらの消火活動が行われています。火事によるけが人はいません。現場は県立高等支援学校東華大学園から北に400メートルほど離れた住宅街の近くで、警察と消防が出火原因などを調べています。